最近なんか困ってることがあって。何ですか。なんか丸々系女子って言葉流行ってるじゃないですか。あ、まあいろいろ聞きますね、はい、丸々系女子は。なんか私の知り合いがウサギ系女子を目指してるんですよ。聞いたことない。ウサギ系女子どういうこと。耳が長くさいの。なんか人参好きってこと。なんか、詳しく言うと、なんかウサギってなんかか弱くて可愛らしいイメージありますじゃないですか。なんかそういう女の子を目指してるらしいんですね。なるほど。で例えば、うん、わーって驚かしたりするじゃないですか、はいはいはい、そしたらうーんみたいな、怖いみたいな、なんか目をうるうるさせながら怖いみたいな、こうそういう女の子を目指してるらしいんですね。それで何が困ってんですか。なんかその子がどちらかといえばこういかつい系の格好をもともとしてたんですよ。あまりに、ね、誰か特定のことがあって言ってますね。まあそれはいいです。そうです。それはいいでしょ。メンバーの中なんですけど、メンバーの中の誰か、はい、それはいいですなんですけど、まあどちらかといえばこうなんか黒とか、スカルとか、そういうこうイメージの服装が多かったのに、ね、結構ハードな。いやなんかもう アイドルらしくなろうっていうことで、なんか最近フリフリの服を着たりとかふわふわした服を着たりとか。ちょっと最近急になったの。そうですよ。困ったもんですね。困ったもんですよね。こっちとしては。なんかエリは、あ、言っちゃった。もう言っちゃいましたよ。なんかエリもんじゃないか。いやエリも、なんとなくわかりましたよ。ごめんなさい。なんかエリはって言う喋り方なのに、だったのに、なんか急にエリはって言うから、嘘でしょって言って。嘘でしょだよ、そんな急に変わられたら。嘘で、いや別になんかそういうこうイメージに変わっていこうとか、なんかそういう目標があるのはいいんですよ、イメチェンしようとか。でもあまりにも差がありすぎて、そこに。そうだね、今までとの差ね。はい、なんかそういうのにこう私は戸惑ってるというか。いや、それは戸惑うわ、それは。いやもう、なんか同期としてどう対応したらいいのかがわからないんですよ。それは本人は言ったの。言いました。急にどうしたみたいな。だから最近なんかエリウサギ系女子の子が可愛いと思って目指してるんだよねみたいな言われて、えーって思って、いやもう自分らしくすればいいじゃんって言って、はいはいはい、言ったんですけど、いやなんかウサギ系女子になるみたいな。面白いねリポね。面白いです。さすいやもうなんかそういう意味ではそういう考え方をするところこそがエリポンらしいなとは思ったんですけど、でもなんか面白いんですよ本当に。いや楽さがね、笑っちゃうね、はい、でもなんかちょっとなんか面白いところが、そうやってフリフリの服を着たりするじゃないですか、でもそれも最近そうウサギ系女子を目指そうとしたから顔を買って着てるじゃないですか、だからそういうところもあって、なんか靴までその気持ちが行き届いてない時があるんですよ。なんか服はフリフリなのに、はいはいはい、なんかあの靴はいかつい。面白いね。なんかそういうところがなんか可愛らしいなって思ったりもしますが。届いてないな。惜しいですよ。